すみません、今 TikTok でストリートスナップ撮ってるんですけど、はい、よかったらお二人に映っていただきたくて、はい、どうですか？あ、いいです。いいですか？ありがとうございます。今って何歳ですか？19歳。19歳、はい、学生？学生です。今って彼氏とかいるんですか？いないです。あ、いないんだ、はい、すごいモテそうだけどね、二人とも。いやいやいや、出会いがないとか。まあまあそうだよね、はい、最後付き合ったのはいつ？高校1年生ほぼない。あ、そうなんだ。まあ、これからね、いろいろね、なんか彼氏に求める一番の条件とかっていうのは何？面白さ。あ、ユーモアね、大事だよね。芸能人いたら誰が好きなの？渡辺翔太。ああ、あのスノーマンの。道枝駿佑。あ、違う違う、そっち。好きなのは道枝駿佑ね。あと、あの彼氏に求める一番の条件。明るい人。あ、笑顔がいい人。うんうんうん、よく笑ってくれてねって感じ。はい、確かに大事かもしれない。いや、すみません、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか最近あった、なんか自分ニュースもあったりする？自分ニュース？推しにファンサもらった。何？ファンサ。あ、ファンサもらえた。ファンサ。推し誰？トラビスジャパン。あ、そうなんだ。ちょっと、ちょ、あの、おじさんすぎて分かりました。トラビスジャパンの中身。推しなんだ。はい。え、何されたの、パンサって。キューと、うんうん、あとゴイゴイスに行ってきた。ゴイゴイスって何？わかんない。わかんない、わかんない。あ、ちょっとジェネレーションギャップ感じちゃってるかもしれない。ゴイゴイス。二人はどういう関係なの？高校からの友達なんだ。あ、でも学校は違うみたいな感じ。学校は違うね。うん、あ、じゃあ最近の近況話したりとか。あ、楽しいね、はい、青春だね。はい、じゃあそれ楽しんでください。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。